前回までのあらすじ。モグラを追う矢神たちに松金組の包囲網が狭まっていく。1年前、海藤の波紋をきっかけに塗り替えられた松金組内部の勢力図だが、全ては仕組まれていた。裏社会の掟に翻弄される神室町の男たち、いつかその流れに一矢報いようと彼らはあがき続ける。チャプター04、ジャック・イン・ザ・ボックス。おお、やられてるけど、どうした？マスターじゃねえか、店長か。シャルル店長ボコボコやん。え、つうかお前いつものスーツどうした？自慢の白スーツ。お前なんで仕事手抜いてんのかな。ああ、東が怒られてるってこと？なら、なんでまだターボがうろちょろしてんだよ。てめえがなってねえから舐められてんだろうが。あらぱピンク豚、てめえ。いや、どこで売ってんのそのスーツ、ほんと。おい、ケンジ。うん、へい。やっぱあの頭がいるとよ、事務所が窮屈でいけねえぜ。うん、嫌われてんじゃねえかよ。ずっとうだうだ機嫌悪いし。いやいやいや。どうした？なんだ？おっ、狙われた。おお、なるほど。チャージだったのはこのフラグね。勘違い射殺かこれ。やられた。絶対、ま、頭と間違えられて殺されたでしょこいつ。あー、こいつも顔見て気づかねえのか。あ、矢神探偵事務所ですね。東条会系松金組事務所前で銃撃、一人死亡か。死んだのは栗本って組の古株だ。流れ玉で肩着にも怪我人が出てる。栗本？いや、知ってんのか。お前は知らねえかもな。知らねえの？別に目立つやつじゃなかった。そんなでかい組じゃないんでしょ。だって犯人は自称会社員、その場で現行犯逮捕。そいつは強霊会の送り込んだ鉄砲玉だ。強霊会の方ね。間違いないのか。うん、昨夜東から聞いたんでな。お、東と友好関係戻ったのか。この間俺らに銃向けてたあいつが。そう言ってやるなよ。あいつの話じゃ犯人は栗本の体にまず弾を4発、うん、でとどめに両目を撃ち抜いた。両目を？要するに強霊界からモグラへの報復だ。だがこうなると松金組どころか東条会本家も黙ってね。本家ね。強霊界との報復合戦になるか。ああ、今の神室町は相当やべえぞ。東もそう言ってた。ピリピリだ。町全体がピリピリだぜ。東に会う。そう、海藤さんと話すってあるの？ゆうべ銃撃の時は東も事務所にいたらしい。なるほど。あいつんとこならまた何か情報が入ってきてるかもな。わかった、じゃあ行ってくるわ。海藤さん、昨日その話聞いといてくれてもいいんじゃねえかなとは思うけどね。お、電話か。星野くんからか。星野くんって誰？もしもし。
はい、キムタクですが。八神さん、八神さん、助けてください。星野くん、どうしたんだ。あー、源田事務所の新人か。事件なんです、源田法律事務所で。え、事件だって。とにかく大変なんです、助けてください。ああ、わかった、すぐに向かう。これは一大事っぽいですね、急いで行きますか。急いで行くので、こういうのをね、ちゃんと拾っていかないといけませんね。よし、ダッシュだ。法律事務所だぞ。何があった、ちょっとごめんな。おっと、もういきなりムービー。星野くん、一体何が。え、女2人に睨まれてますけど。は、あなたがやったんでしょ。だから違うんですって、素直に白状なさい。なあ、おい八神さん、キムタクさん、来てくれたんですね。八神くん、八神くん、お、真冬まで。なあ星野くん、事件ってどういうことなんだ。見ての通り、沙織さんとも冬さんに容疑者として尋問されている最中なんです。容疑者って星野くん、どういうことだ。はあ、完全に冤罪なんですよ。とりあえず事情聞いてみるか。星野の容疑は、星野くん、一体沙織さんに何をしたんだ。いえ、何もしてませんよ。問題はケーキなんです。またそれ、そっち系の話。どういうこと。沙織さんが冷蔵庫に保存していたケーキを僕が食べたって疑われてるんです。はあ、ただのケーキじゃありません。ガトーの生ケーキです。あ、後藤ガトーの生ケーキです。間違った。あれは何時間も並んで買った超レアなものなんです。え、は、ヨギってそんなことかよ。なぜ真冬さんが。ところで、なんで真冬がいるんだ。今回の事件と関係あるのか。たまたま仕事で用があったの、それで事件に遭遇したと。うん、うん、なんか突然沙織が騒ぎ出して、話を聞いたら確かに星野くんが犯人としか思えない状況だったから、だから真冬には検事として立ち会ってもらってるの。検事って法廷じゃあるまいし。で、星野くんは何したの。ああ、そもそもなんで星野くんが疑われてるんだ。星野くんだけなんです、私のケーキのこと知ってたの。確かに自慢されて知ってましたけど、だからって犯人扱いはひどいですよ。ちなみに最後にケーキが目撃されたのはいつ。昨晩20時ごろ、私が帰るときには間違いなく冷蔵庫の中にありました。僕はその後22時までずっと事務所にいましたけど、誰も来ていません。星野くんが犯人でないとすると、22時から今朝までの間に食べられた可能性もあるな。事務所の鍵は間違いなく閉めた。はい。はい、間違いなく閉めました。事務所に誰かが侵入した形跡もないし、部外者の犯行って線はないはずよ。なるほど。ちなみに今朝事務所にいたのは、源田先生が僕より先に来てました。ただ僕が来てすぐ事務所を出て行って、その後真冬さんが来ました。最後に沙織さんが来ました。その時に気づいたんです、私のケーキがなくなっていることに。ははーん、源田先生怪しくね。だとすると
源田先生が一人の時ケーキを食べた可能性はあるってことか。いえいえ、源田先生は筋金入りの和菓子好きです。普段は洋菓子なんて全然食べません。そういう問題なのか。まあ動機が弱いってことかもしれないが。ねえねえ星野くん、もう素直に白状した方がいいんじゃない。はあ、ひどい、真冬さんまで。僕はやってません。星野くん、罪を認めたいのならば重い処罰を受けてもらう必要がありますね。お、立ち上がった。じゃじゃーん、意味あり。某裁判系ゲームの真似かこれ。そういう真冬さんだって怪しいはずです。ええ、てか意義ありって突然何言ってんのよ。ねえ星野くん、どういうことか説明してくれる。今朝真冬さんが事務所に来た後、僕はトイレで15分ほど席を外しました。その間に真冬さんならケーキを食べることができたはずです。それはありえる。前科があるからな、どら焼きの。はあ？なんで私、あ、真冬さんが食べたってことか。じゃあ違うか。沙織さんならね、どら焼きパクリって言ったからね。なんで私が、そもそも証拠も根拠もないでしょう。ところが根拠はあるんです。僕はしっかりと聞きましたよ。今朝あなたが事務所に来た時、お腹がグーとなる音をね。聞こえてたの？ええ、朝食を抜いて腹が減っていたんじゃないですか。だからあなたは冷蔵庫の中を探り、偶然にもそこでケーキを見つけてしまった。つい魔が差した。そうなんでしょう。はあ？そんなわけないじゃない。だいたいお腹の音が証拠とかどうなのよ。おっほー。矢上さん。矢上さん。いや、キムタクさん。出番ですよ。ん？出番？僕の弁護お願いします。このままだと僕、沙織さんに一生白い目で見られてしまいます。まあ、依頼ってことなら。一仕事してみてもいいけど。お願いします。お願いします。仕方ない。とりあえず現場を調査してみるか。まずはケーキの包み紙がないかゴミ探しだな。沙織さんの生ケーキ裁判、証拠を集める。なるほど、ここはちょっとすっ飛ばしますか。ん？お、ゴミ箱が空っぽみたいだ。普段なら溜まりまくってるのに。はい。今朝はゴミ出しの日だったんです。ゴミ出し当番が片付けたんでしょうね。今朝のゴミ出し当番は源田先生です。え？源田先生にも当番やらせてんの。まあペナルティみたいなもんです。沙織さんの提案で。矢上さん、源田先生、ゴミの分別とか適当すぎるから。昨日ちょっと怒ったんです。ゴミを片付ける人の気持ちにもなってくださいって。そうしたら今度のゴミ当番をやるからって。そういうもんだから。源田先生相手によくも。まあ矢上さん、いや、キムタクさん、他のゴミ箱も空っぽでしたよ。源田先生ちゃんとゴミ当番してたようです。なるほど、星野くん、ありがとう。空っぽのゴミ箱と。怪しいな。お、沙織さんの付けよく整理されているな。ええー、まあ沙織さんですから。僕の付けはこの向かいにあるんですが、綺麗な机を前にすると気が引き締まりますよ。あ、気が引き締まるね。それは綺麗な机が前にあるからじゃなくて、沙織さんの机が前にあるからだろ。どういう意味ですか。まあ星野くん、分かりやすいからね。もうキムタクさん、からかわらないでくださいよ。なんだ？ん？この冷蔵庫にケーキが入っていたのか。お、
ガチャリと。おや、氷が溶けているな。水を入れたばっかりなのかな。いえいえ、寒いこの時期ですから氷は使ってないと思いますよ。昨日から誰かが使っているところ誰も見てませんし、だとするとなぜ溶けてしまっているのか不自然だな。なるほど。牛乳、ケーキの包み紙はなさそうだけど、これは牛乳パックか。ご丁寧に洗ってあるみたいだな。矢上さん、それは沙織さんの牛乳パックですよ。昨晩はなかったので今朝の掃除当番の人が片付けたんでしょうね。そういうのしっかりやらないと沙織さんに叱られますから。沙織さん、影の権力者っていうかコアキャラなんだ。お、3本分ある。多いな。一気に飲み干したんだろうか。それはないと思いますけど、何か事情があって捨てたのかな。沙織の牛乳パック、これは怪しいな。ん？これまだ取ってあったんだ。源田先生が矢上さんがいつ戻ってきてもいいように捨てないで取ってあるんですよ、きっと。ねえ、意義あり。星野くん、それはどうでしょう。ん？沙織さん、源田先生は武将なところがあります。その人物像を考慮すると、燃えるゴミか燃えないゴミか粗大ゴミか判断しきれず、めんどくさくなって放置しておいた。そう考えるのが妥当です。ありそう。ありそうなんかい。星野くん、まだまだですね。あなたの推理には人物像が足りません。はあ、そうかもしれませんけど、沙織さんの推理には愛が足りませんね。これまだなんかありそうだな。これは猫。小さすぎる。こんな鳴き声聞こえないでしょう。ようやく見つけた。沙織さん、仁王立ち。矢上さん、捜査はもう大丈夫ですか。でしたら審理を始めますが。え？審理って、ここで裁判を追っ始める機会を。もちろんです。真冬、いえ藤井健二も準備はよろしいですか。いいわ、私もとばっちり受けてるわけだし付き合ってあげる。お願いします。では被告人星野一生の審理を開始します。検察側藤井健二、冒頭陳述をお願いします。検察側としてはやはり星野くんが犯人であると主張します。その根拠は、被告人はあなたにも犯行が可能だったと主張していますが、裁判長、検察側にはその主張に対して反論の準備があります。藤井健二、どういうことでしょうか。もし私が食べたとしたら、あるはずのものがないということになるのです。矢上くん。そうだよね、矢上くん。あなたはその証拠を持っているはず。ん？俺が？真冬が本当にケーキを食べたなら、あるはずのものがないか。そりゃこれやろ。ドーン。現場のゴミ箱にあるはずのゴミがなかった。たまたま今朝ゴミ出しの日だったからだろう。はい。あ、はい。源田先生が朝一番早く来たので、その時にゴミを出してくれたみたいです。ということは、もし真冬がケーキを食べていた場合、ガラッポのゴミ箱にゴミを捨てることになる。そうなると当然、今もゴミ箱にケーキの包み紙が残されているはずなんだ。確かに。でも包み紙は残されていなかった。だから私がケーキを食べていたはずがないってこと。ちなみに他のゴミ箱も全て空っぽだったことは確認済みよ。なるほど、筋は通っていますね。いや、待ってくれ沙織さん、こっちにも反論がある。はい。弁護側の異議を認めます。
ゴミがないのがおかしいっていうのは確かだが、ゴミなんて隠すことだってできるはずだ。意義あり。そう来ると思ったわ、八神くん。ではここで検察側から新たな証拠品を提示したいと思います。ん？新たな証拠品だって。実は八神くんたちが部屋を調べているとき、私も独自に部屋を操作していたんだけど、その時これが沙織さんの机の上の書類に紛れているのを見つけたのよ。停電の知らせよ。え？そんなものが？じゃじゃーん。昨晩停電があったようなので、午前1時から午前9時まで。そういえばその話源田先生がしていましたね。事務所のみんなに注意してましたよ。物が傷むから冷蔵庫に何も入れるなって。あ、そういえばそうだった。休養ができて急いで帰ったからすっかり忘れてた。ん？ん？ってことは、そう、もしケーキが停電の落ちた冷蔵庫の中に一晩中あったなら傷んでいたはず。冬とはいえ今朝は珍しく暖かかったからね。うん、でもそんなケーキを一口も食べたらすぐにでも分かりそうじゃない。ええ、綺麗に平らげるまで気づかないはずがない。だけど実際にケーキは綺麗さっぱり消えていた。つまり誰かが新鮮なケーキをペロリと平らげてしまったということよ。そしてそれが可能だったタイミングは一つに限られる。ケーキが傷んでしまった今朝ではなく、ケーキが傷む前の昨晩よ。う、ああ、まさか。そのまさかよ。ケーキを食べることができたのは昨晩最後まで一人で残っていた星野くん、あなたしかいないの。そんな。これ真冬の糸に乗るか。真冬の糸織だ。うん、真冬の糸織だ。数字が通ってる。さすが真冬だ。はあ、ちょっとキムタクさん、僕を弁護してくれるんですよね。そうだけど、真冬の言う通りだし、証拠から判断すると犯人は星野くんだ。え、いやいや、もう一度考え直してくださいよ。ならば仕方ない。意味あり。パクリです。某ゲームのパクリです。意義あり。八神弁護士、反論があるのですか？はいはい、結論を出すのはまだ早いと思います。もう一つの可能性があるからです。え、何ですって？冷蔵庫が消えたものはケーキだけではないはずだ。それを証明する証拠品がある。これです。沙織さんの冷蔵庫に入れていた牛乳がきれいに洗われてまとめられていた。つまり冷蔵庫から牛乳も消えていたんだ。しかも3本もいっぺんに。沙織さんに掃除当番を押し付けられた源田先生がやったんだろう。それがどうしたというんですか？源田先生はなぜそんなことをしたんだろう。まだ残っていた牛乳3本をいっぺんに捨てるような真似を。確かに不思議ね。どういうことかしら。ここに来てある証拠品がその意味を証明してくれることになる。これじゃないっすか。これが証拠だ。停電の知らせ。あの、八神弁護士、どういうことでしょうか。停電にもかかわらず一晩中牛乳が冷蔵庫に入れっぱなしだったらどうなるだろうか。まあ痛むでしょうね。そしてその傷んだ牛乳を掃除当番の源田先生が見つけたとしたら、まあ捨てるでしょうね。じゃあ真冬はもう分かったみたいだな。
なぜ冷蔵庫からケーキが消えてしまったのか。そう、沙織さんのケーキを食べた真犯人は。え？いない。誰もケーキを食べていなかった。つまり犯人なんていなかったんだ。なんてこと。あ、源田先生が傷んだケーキを捨てたってこと。ま、そういうこと。昨日は休養ができて急いで帰ったと言ってたんだが、そのせいで君は停電のことを忘れていたんだ。そして掃除当番を押し付けられた源田先生は傷んだケーキを見つけて捨ててあげた。ガクーン。全部私の早とちりってことね。おお、帰ってきた源田先生。裁判ごっこ終わったところですよ。おう、八神に真冬くんまで。どうしたんだ、揃いも揃って。あ、源田先生。そういえば誰だ、冷蔵庫にケーキと牛乳入れっぱなしにしといたやつは。停電だから物を入れんなってあれほど言っといただろう。しかもよりによって俺が掃除当番の時に生ゴミを捨てるのめんどくせんだけどな。おう、沙織くん。そういえば昨晩こんなこと言ってたよな。ゴミを捨てる人の気持ちも分かってください。今朝沙織くんのゴミを捨てるときその言葉身に染みたわ。ごめんなさい。沙織さんは素直ですね。いい子ですわ。すぐ謝れるってことはいいことですよね。ありがとうございました。キムタクさん、ありがとうございました。おかげで僕の疑いは晴れましたし。明日から1ヶ月沙織さんが掃除当番をしてくれることになりました。ごめんなさい。反省しています。これはお礼です。どうも。それにしてもびっくりしましたよ。普段はあんなにしっかり者沙織さんも甘いもののこととなると目が曇るんですね。だってあそこのケーキずっと楽しみにしてたんだもん。まあ気持ちはわかるが弁護士としては目が曇っちまうのは感心しないな。承知します。それにしてもケーキで模擬裁判とは法律事務所らしからぬ事件だったな。でもいいじゃん、お金もらえたんだし。さて、カムロ町の様子が気になるな。銃撃の件で松金組と協力会が一触即発らしい。東からちょっとその辺の話を聞いてみるか。はい、というわけで、ケーキ裁判終わったんですけど、結構長引いたので、一旦今日はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回。ごきげんよう。